今日も楽しい音楽のお話をしましょう。今日はですね、黒沢音楽学院の、お茶の水の、ドクターサウンズのね、ビルが入っているところの、地下にありますドラムフロアで、白月大輔先生の、ドラムのレッスンを受けてまいりました。ただ基本的にドラムと申しましても、私の場合リズム感のね、よりリズムに乗れるように、歌とギターが基本ですので、それが修正と、あとはリズムキープの強化のために行ってまいりました。で、僕の中で、よろしくないなと思ってたのは、これを 1,2,3,2,2,3,3,2,3,4,2,3,5,2,3,4,1,2,3,2,3,4,2,3,3,2,3,4,2,3,5,2,3,5 って、4拍子なのに3拍子で取るんですよ。これなぜかと言いますと、もともとがフラメンコが土台にあるんで、ダーンダッタッタンツッタッタンって、3拍子で取っちゃうんですね全部。でこれを 1,2,3,4,2,2,3,4,3,2,3,4,4,2,3,4 に強制されるんだと思ったら、そうではないんだそうです。 1,2,3,2,2,3,3,2,3,4,1,2,3,2,2,3,3,2,3 で合ってるんだそうです。なぜかというと、3拍目にスネアが入るんで、1,2,3,2,2,3,3,2,3,4,2,3,5,2,3,1,2,3,2,2,3,3,2,3,4,2,3 というふうにリズムが取れないと、まず音楽家として失格であって、そこの部分は合格だそうです。ただし、僕がプロのドラマーとしてやっていくのは考えというか、やめた方がいいと。やはり作曲家と編曲家としてね、やっていくべきであるということで、あと、指摘されたのは、ちょっと曲が難しすぎると。ある晴れた日にというのは8分の6拍子なんですが、もっと歌いやすい歌、基本4分の4拍子で、世界に一つだけの花みたいなね、誰でも口ずさめるような曲を作るように心がけてくださいということで、また次回もね、白月先生のレッスンを受けていって、ドラムを叩くわけじゃないんですが、リズムのどこを持ってくるかね、1,2,3,2,2,3,3,2,3,4,2,3,2,2,3,3,2,3,5,2,3 っていうね、これができることで、結局ギターもね、ボーカルに対してもね、それは生きていくことなんで、喋りながらもこういうふうにね、自然にリズムが取れるように、あと踊りの練習もきちっとね、よりステージに入るようにするべきだということで、ずっとこれを練習しております。やはりね、こう自分の体に叩いてると、そのリズム感というのがね、叩き込まれるんで、やっぱ練習になりますね。 1,2,3,2,2,3,3,2,3,4,1,2,3,2,2,3,3,2,3,4,1,3,5 ってなるわけですよ。 Go! Let's go! になるわけですね。そういうあたりはね、すごく白月先生本当にお見事でしたね。実際に叩いてるとか、と私が歌を歌ったんです。それに対してドラムをつけてくれたんですが、やはりいい、すごく素晴らしいドラマだと思いました。そんなわけで、今日お話したのはね、リズムに対してのお話でした。なかなかね、いい先生と巡り合うことは難しいんですが、紹介もあって白月先生からのレッスンを受けさせていただきました。また次回もね、また白月先生の、ドラムというか、リズム感を養う、リズム感というか、リズムを表現することですね。そしてキープ力ですね。これは根性の話になるんで、どこまで忍耐強くできるかなんで、これは本当に、どうしてもね、ギター弾き語っていると自分勝手なリズムでやりたくなってしまうんですが、やはり他の方とね、やるときにはリズムキープしないといけないんで、そこの練習を続けていきたいと思います。それでは、音楽はとても楽しいですよ。また次回の動画でお会いしましょう。竹下敦史でした。